んにちは。前回は、ゴルドを倒して、ロックアックス編が終わりました。というわけで本拠地に戻りていきましょう。なんか本当に変な感じする。キバもナナミもいるのが、そしてノースウィンドゥのままなのもちょっと本拠地の名前つけたに。さて、じゃあ広間に行っちゃいましょうかね。レオ様、お待ちしておりました。レオ殿、王国軍はミューズを捨てハイランド領内に引き上げました。まあすごい、じゃあ後半なんじゃないこれ。今グリーンヒルとマチルダの2方向から攻められたら防ぎきれないと判断したのでしょう。ミューズにまた行けるようになったんだ。まあほぼ壊滅した町だからな。軍隊がとどまることも難しかったんだろう。しかし体勢を立て直したら再び攻め寄せてくるのは確実です。フリン軍の軍師として助言いたします。今こそハイランドに攻め込み、全ての争いのもとを立つべきです。もう行くんか。あ、争いのも、え、じゃあこれでルカ倒して終わりなんかな。そう、RPG っぽい、普通の。争いのもとって。ハイランドと都市同盟は、互いに大きくなりすぎたのです。この地で生き残るには、互いに戦う以外に道はなかった。それは歴史が証明しています。レオ殿、ハイランド侵攻の命を下してください。うわぁ。これはじゃあ、行く？嫌だなんて言ってもしょうがないしな。はい。ありがとうございます、レオ殿。すぐに準備を整えさせます。白道軍が動くのですね。もうすでにコートをほどなくプリン軍と決戦になる。うわぁ、ハイランドは勝てますか。まともにぶつかれば、彼らは今のルカブライトを知らない。おそらく王国が勝つ。まともにぶつかれば、ね。ジョイ？あなたの右手、紋章が？おお。大丈夫か？ちょっとこれ。あ、おいおいおい。ジョイ、どうしたのですか？気にするな。ジル、ここにいてくれ。僕が気を失わないよう。汗が、熱も、お医者様を。呼ぶな。戦いを終わらせるんだ。この紋章の力が、戦いを終わらせる。ジョイ、あなたは、本当は苦しそうだな。お、自由になったかな。なんか別にやることないんだよな。ノースウィンドゥか。新しくないもんな。ガンガン行きますか。じゃあ行こう。なんかいろいろ話せるよ。順番に話せるかな。全部ミクトールと話す。よ、レオ、やっとこさ、最後の戦いだな。まあ、あまり固くならずに、気楽に行こうや。気楽にな。ふふふ。じゃあ全員と話そう。フリックと話す。ここまで来たんだ。この戦い、最後まで見届けてやるぜ。行こう、レオ。外で兵たちが待ってるぜ。はい。ナナミ
と話す？ナナミと話すってすごいな、この時期。ネオ、ハイランドにはゾーイが。そうだよな。他の仲間とは、あ、おー、このメンツでシエラが出てくるってアップルと話す。王国軍はまだ余力があります。あくまで対等になったというだけです。油断は禁物ですよ。はい、チェレス様、レオ様、ご武運をお祈りいたします。ありがとう、シエラ。ふむ、このところようやく男の顔になってきおったの。もう2、3年したら、わらわが直々に血を吸ってやってもよいぞ。本当に？絶対シエラ好みじゃないように気がすんだけど成長しても本当か？他の仲間、どんだけいる、話せるんですかこれキバと話す。レレの家へ攻め込むのですな。心配なさるの、気遅れなどしておりません。キバークラウス、レオ様、私は最後までお付き合いします。ありがとう、マイクロトフ。レオ殿、外で兵たちが待っています。行きましょう。ほんと最後かな、もうこれで。もしかして、さて行きますか、レオ様、最後の戦いですね。他のまだまだいる。あ、で戻るんか。よし、じゃあ話したから出よう。で、こんなの、OK、じゃあもう戦うってことだよね。出ますか、行こう。もうドゥルノイエ行くんだよね。レオ様だ。レオ様、行きましょう。この戦いに決着をつける。そのために。絶対に勝とう。絶対に勝とうぜ、みんな。レオ殿、すでに出陣の用意は整っております。目指すは、ハイランドのコート、ドゥルノイエ。この一戦で勝負をつけます。どうか出陣の合図をお願いします。はい。もうじゃあ、もう最後みたい。うん。この一戦にて、長き戦いに終止符を打つ。おうよ、これで戦いを終わらせるんだ。この剣にかけて、我らに勝利を。我が名にかけて、我らに勝利を。騎士の誇りにかけて、我らに勝利を。すべての民のため、我らに勝利を。おー、行こう！ヌルノイエ！レックナント様のイベントがない。十章、運命を紡ぐ者たち、これで終わりっぽいな。来た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 ！こっから行って、コロネに行って、ミューズちょっとチラ見しましょうかね。でも曲は平和そう。同じか。またあれか。でも変えるようになったぐらいか。そんな感じするよね。平和そうだな、めっちゃ。これね、ムササビいたね。よし、じゃあ、行く。ルルノイエ。ちゃんとシャジャンとかも行けそうじゃない、この位置。で、あっちは峠でしょ。おー行こう。こっから戦ってくんな、いっぱい。見えてきたぞ、愚か者の軍勢が。国王様、ご命令を。踏みにじれ、一人も生かすな。は、怖え。怖いよ。所詮俺のいない場所で積み重ねた勝利よ。確かに。確かにそうだ。
格の違いを思い知らせてくれる。うわ、白道君が突っ込んできます。先陣はシードのようです。あー、順番に来るんだこれ。気をつけろ、レオ殿を狙っているぞ。これ以上ハイランドの血をお前らに荒らされてたまるか。あー、来た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 。あー、もうまたこの勝ち数ですか。初代召喚カード上位だ。おお、上位のカードだ。かっこいいな、これ似合うな。しかしあなたの兵のあるキャラクターの兵プラス100。ほう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 。いやー、向こう先行じゃん。毎回そうじゃない、これ。なんでなんでですか。兵力で来るから、ちょっと一旦これ下げて上位。あー、ユニークだ。そっか、上位のカード使えないんだ。いやー、きついな。でこう悲しい。こっちのターンにしたい。様子見よう。あ、そうか、でこう悲しか。焦る、マジで焦る。なんか取られちゃうじゃん。もうだって全員出してもさ、1100でしょ。800しかないから、抑えられるっちゃ抑えられるけど。これ大丈夫か。一緒でしょ。もう使い出します。向こう出せない今。それはいいんだよ。それはいいとして、まあまあいっかな。ミッションカード来ないな。ミッションカード来ない、相変わらず。アイディー捨てるしかないか。ミッションカード、ミッションカード最初に話しなきゃよかった。うわー、またこれだよ、またこれだよ。これでも出すか、しょうがないな。シール捨てられた。2000か。ここで出すか。様子見よう。これかー、その作戦か。出しときゃよかった。強い。負ける。これは負ける。ルカのカード入れときゃいいかな。もう一回、もう一枚。ミッションカード来ない。そしてミッションカードが来ない。何あれ、ルルノイエ侵入だ。出しとくか。うわー、リンクが合わない。やめて。ミッションカード来たー。お使い、お使い。ねえ、勝てそうなんだけど、何出そうかなー。そっか、神ユニークなんだ。ビクトールしか出せないんだ。精神剣、
ここでナッシュ使うのもったいないよなって思ってしまう。精神剣ももったいない。まあ、一回精神剣出して置いとくか。一騎打ちも持ってる。なんちゅう怖い。なんちゅう怖い。でもこれ負けそうだな。なんかあんまり良くないよね、今の流れが。神を捨てて。あんまり良くない。流れが。とりあえずこれ、あー、上位使えないんだったー。結構ポイントっていうか取んなきゃいけないから、向こうも。あれはその、おお、しょ、強力攻撃リーナピーン。ねえ、ちょっとナッシュで様子見よう。向こうでも出すものないんだな。ほんとだ、ギルバート、メイザース、兵力が、攻略前線、基地設営とか、ただと占領、出れないし、これ捨ててしまうか。また出されてポンってやられたら嫌だもんな。で、マイクロ。で、上位出せない。ヒルダがいる。なんか、出しにくい人、出しにくい人。兵力あるやつは残しておくか。ヒルダを出して、精神剣出して、精神剣。何捨てられるかな。シードか。買った。精神剣置いといて。ナッシュでもよかったな。あと一層。あるよ。勝てるか？どう思う？でもこの3枚のカードしか使う。メイザース、ペスメルガ。あ、でも、ビクトール・ペスメルガで、ミューズ出して取れ。うまくいけば取れ。向こうもでもな、強そうなカードいっぱいあるからな。でもリーダーがいない可能性がある。本当に？4、5、9。とりあえずこう届かないもんな。こっちにかけるか。リーダーいませんように。リーダーもいませんように。ルカとかいませんよ。来たん。来たー。来たー。これ勝った負けるかと思ったけど勝ったー。もうダメかと思ったけど、よっしゃー、やったー、やったー。あー、前方制圧デッキだって。普通にシードのカードが手に入るという。ラードはいらねえけど。俺は認めんぞ。ハイランドが負けるなどと。我が身一つになろうとも、この国を守ってみせる。シードもかっこいいな。よし、シードの軍を倒した。まだです。クルガンの部隊がその後ろから来ます。分かってた。この戦に引き分けはない。勝つか負けるか、それだけだ。あー。怖い。怖い。クルガン、こっち先行だ。カードは交換ができる。いや、でもいい感じな気もしなくもないけどね。これで、これでいいです、これで。よし、お疲れだ。あー、もう出されてしまった。あー、きつい。マジかよ。
取られたじゃん、もう。嘘。嘘でしょ？あ、いけた？あ、びっくりした。いけたか、ビーナ。なんだよ、もうビビらせんなし、ほんとにもう。あれじゃ持ってないのか、やめてくれよ。何持ってんだろう。あ、そっか、シードと来る関係か。はい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 。でも、リーナとか持ってるんだ。兵力強そうだし、リーダー持ってるとなると多分こっちも削られてくるから、リーダー渡すようにして、捨てるカードは特にないです。やっぱ出てくるよな、あのカード嫌なんだよな、このデコーかないやつ。上位とか出しちゃうか。で、絶対シード出してくるもんな。ハーザー、あー、分かった。ハーザー、一回パスして。これでもう負けちゃうから。BDF なんだよな。リーナ使っちゃってもいいけど。AE、これまた繋がんないんだよな。出して、ん？シエラも、あ、つながるか。シエラと、ハウザを先に出すか。ねえ、4400でしょ。2000だから、リーナ出して削れるって勝てるか。あ、で、効果出ないんだった。やっちまったー。またやっちまった。忘れていた。毎回やっちゃう、同じこと。あ、でもリーナいっぱい来た。お使い行こう。リーナ出してきませんように。リーナ出してきませんように。お願いします。リーナ。ID、 シエラ、おっ、そう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 、ひっくり返されるこの猿がもう肩よりすごいな、もう。すごい。じゃあまた出すか。上位ジェス。ムカつく。あのさ、黄色いパンツもちょっとムカついてくるんだよな。あのポーズと。とりあえずこれで操作いい。よし、じゃあお使いで。お使いって。お、よしよし、何出そうかな。AE、 お使い出せんのはこの3人だけ。 BE、 あ、繋がんないな。2人までしか繋がんないか。精神圏が繋がらないね。しょうがないか。勝ちが取れない。うん、ずっとやばい。こっちがシードを出してしまう。うわー、シードだ。あー、どうしよう。見送ろう。上位かー。あー、まずい。これはまずい。これはまずい。
3000でしょ。いくつだっけ。2500取られると負けるから、出すか、出し惜しみする、白いで出すかね、出しますかね。まだ出てくんの、まだ出てくる、これ。2500、やばいな。私誰光しちゃっけ、中流させてんの誰だっけ、シエラと、どうだったっけか。結局これ全体って見れるっけ、見れないか、見れないよな。誰置いてたっけ、ちょっと忘れちゃったよ。でも結局お使いで取ってるから、あんまり兵力のないキャラを置いてるんだよね多分。多分ね、そうだよな。2500だから、いやー厳しいかー。ヒルが出しても精神圏につなげられないもんな。負けるかー。じー、お、ずるい。確かに霞出してもでも勝てなかったな。しょうがないそれは。でリーダーがシードしか4の回微妙。 CEDE で交換して多分精神圏を出せる。トゥリバー攻略行ってみるか。これででもシード出してきたらもう終わるんだよな。このリーダーに、あ、違った。よし、シード。でもクルガン出してきたら怖い。あ、よし、来なかった。なんと、霞がいいな。で、何持ってんの。アイリン、テレーズ、アイリン、シーナ。はい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 、これとりあえずつながんないからこれも大丈夫そう。で精神圏、ミッションカード捨ててくれよっていうね。本当に本当にそこね、そういうとこだよ。お使いの方か。ちみちみ取ってる。おお、捨てるカードは。でもマクドール来たからこれも使えそうな気も。でもお使いかー、ミッションカードが。でもあれ取れば、いや、とりあえず一回しなくて。本当に本当に、これが取れるともう勝てるもんな。勝てるやん。誰行く最後、誰行く、ナッシュ行く、ナッシュ行くか。はい、どんだけ見たいんやお前っていう。人の手札。ね、ジェイス、リーナ、レオ、アイリン、シーナか。このなんかジェスのこの見て、この横っぽいポーズもちょっと腹立ってる。まあいいや。あ、どういうか捨てられるんだ。じゃあ、リーナ捨てとくか。まあ、もう勝ちだけどね。よっしゃー、勝った！ You win！
メノイヤ侵入のカード、デクルガのカード、ありがとうございます。このハイランドが我らの国が、よし、敵の先陣を片付けたぜ。一気に本体を目指す。白狼軍来るってこと？落ち着けよビクトール、ルクを甘く見るな。いや本当よ。何、分かってるって。行こうぜフリック。すごいな、敵の大将を仕留めりゃこっちの勝ちだ。今戦うかな。シードクルガン隊が敗れました。ふぬけども、あの程度のゴミを相手に何をやっている。敵ビクトールフリック隊、包囲を突破しました。まっすぐこちら行きます。えい、どいつもこいつも役に立たぬ。おっす、ルカだな。ちょっとビクトール、お前命知らずすぎないかこれ。いつかは俺の砦を燃やしてくれてありがとうよ。そうだ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 ぞそうだぞ、お礼に来てやったぜ。観念するんだな、もう逃げられんぜ。図に乗るな。貴様のごとき我が剣の前に立ちはだかれると思ったか。うわうわうわ、危ない、やばいんじゃない。ビクトールフリック隊がルカブダイト率いる本体にやられた模様。ああ、終わった、もう終わったよ、あの二人の舞台が終わってやられたとかもう終わったよ。こんな、なんと痛いですね、戦況が変わります。ほんとあの人一人だけでさ、もうひっくり返せるもんな、ルカだけで戦況。泣き言はいい、立て直せ。ルカブダイト本体こちらへ突っ込んできます。強すぎます、歯が立ちません。どうすんの、レオ殿。無理です。無理です、みんなビクトルとフリックになると無理。ここは自らルカブライトと戦うしか。ちょっとどうしよう、勝てないけど、勝てない、任せてくれ。ちょっとそこリーダーシップ必要だもんな。分かってる、お願いいたします。やつを止められるのはあなた以外におりません。ちょっと待って、あはは、来ちゃった。貴様がレオか、覚えているぞ。いつぞやの砦でブルブル震えていたあの臆病者だ。そう、震えるよそりゃ、震えるわ。もうあの時の僕じゃない。そう、もうあの時の僕じゃない、めっちゃ震えてるけど。ほざくな、この俺に傷の一つもつけてみるがいい。戦うんかな、これ戦うよな。お、輝く盾の紋章よ、みんな僕に力を。みんな僕に力を、どっちがいいかな。どうしよう、みんな僕に使う、輝く盾の、いや妄想に頼るか、どっちでもいいのかなこれ。どうしよう。あー、でもとりあえずちょっと待って、今日時間があれだから、多分ルカと戦うと思うから。戦うよな、絶対戦わないかな。いや戦うだろう。ここでちょっと終わりにしておこう、次回ルカと戦う。でもまだルルノイ入ってないんだよな。ね、ちょっと分からないけど、そう、ここで今日は終わりにしておきます。はい、次回ルルの家編に行くと思います。ではご視聴ありがとうございました。